はい、どうも皆さん、こんにちは。表情です。トゥータムーン実況プレイ、パート10回目ですかね。始めていきたいと思います。前回の続きからやっていきましょう。というわけで、だいぶ進んだ。ここですね、もう、多分、本当にちっちゃい時、7、8歳とか、そのくらいの時かな。やっと、困難を超えて、記憶を見ることができるようになりました。というわけで、早速こっちに、お、いますね。お母さんとジョニーかな？お母さん、お母さんに話しかけないとダメかな。あれ、話しかけらんないな、二人とも。じゃあこっち行ってみますか。あら、素敵ね。そうでしょ？今度みんなで行きましょうよ。ん？お母さんか。すごい、車の下を普通に潜っていくっていう。これお母さん。で、なんかエヴァがさ、前回さ、嫌な予感がするって言ってたんだよね。さあ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 、何か起きるんじゃないか？今回で。喋れないな。お、制御が効かなくなって、時間がオーバーラップしてやがる。見ろよ、この大量のジョニー。動物園かよ。あ、それでいっぱいいたのか。違和感あんまなかったわ。はぁ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 。ジョニーいっぱいいんな。ボールを追いかけてるっていうか、ボールに追いかけられてるみたいだな。うん、エヴァがさ、この前言ってたんだ。さっきの続きの話の続きになるけど、なんだっけ、あるはずのないものが部屋にあったみたいな話をしていてさ、俺がもうさ、ちょっと気になってて、個人的にさ、二段ベッドが怪しいなと思ったんですよ。ジョニーって今まで兄弟出てくる描写もなかったのにさ、二段ベッドがあるっておかしいなと思ってさ。右かなこれ。あれ？これリス？なるほど。こいつの献身に感謝だな。だといいけど。あー、嗅がせたリスが記憶に混じってきちゃったのかな。そう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 。二段ベッドね。お母さんと二段ベッド別に使ってるっていうのも変だしさ。兄弟がいた説あるんじゃないかなっていう、個人的な考え。あら、大変。もうこんな時間。もう行かなきゃ。今日はお店が閉まるの早いの。そうね。じゃあね、マルタ。子供たちにもよろしく言っておいて。はーい。それじゃあまたね。これはあれかな？ママ友ってやつか。で、ここで終わりと。さっき言ってた話だけど。気にしないで。結局、私が間違ってたかも。そうであってほしいけどなぁ。でも、なんていうか、とても穏やかね。こういう感じの記憶って、私が思うにだけど、大抵。やっぱり。戻りましょう。待ってよ、どうした？黙ってついてきて。すごい真剣だなぁ。で、やっぱり、そうだよなぁ。エヴァが考えていることが起きるとなるとさ、笑っていられねえよな。あー、嫌な予感しかしない。これは嫌な予感しかしないんですけど。あー、車。あー、まずいぞ、これは。ちょーっ。やっぱりかー。やめろー！ストップー。あー、エヴァは多分これを考えていたのかな。やっぱり兄弟がいたのか、ジョニーには。この子がジョニーだったら、ジョニーが今生きてるのはおかしいし。あ、でもまだわかんないか。これが原因で、なんだっけ、心臓を悪くしたのかもしれないっていう推理も、あり得るっちゃあり得るかな。どうなんでしょうね。どういうことだ？昏睡状態の記憶の中で、どうして僕らは彼の死を見ている？ああ、死んじゃったのか。まだ息があるとかないの？そうか、この後助かったのか。違う。
そうじゃない。何？彼の部屋、ちゃんと見た？二段ベッドがあった。やっぱりか。え？ジョイ！ジョニー。双子？ジョイ、聞こえるか？これジョニーだね、ちっちゃい時の。ジョイ！ママ、どうしてジョイを引いたの？どうして？ジョイ、目を覚ませ。ジョイ。起きろ。わ、つらー。これお母さんが一番つらいんじゃねえのか？自分の子供引いちゃってさ。ね、片方の子供だけ残しちゃって。あ、近所の人集まってきた。ジョイ。いくら子供の頃とはいえ、双子の兄弟を失うなんて、お母さんも辛かったでしょうね。そうか。ジョニーには記憶を消すベータブロッカーがあったということか。いや、覚えていないわけではなく、繋がってないんだろうね。消えたとは違う。あそこで記憶が途切れてるんだろうね。母親どうなんだ？さすがにベータブロッカーにはならないと思うが、心に深い傷を負ったのよ。少なくてもおじいさんの名前からジョイと呼んでいたんじゃないと思う。ジョイと呼ばれ続けていたジョニーはどんな思いだったんだろうな。あまりここにいたくはない。行きましょう。いやーもう、どんな話だよもう。うわー。ちょっとこれ辛いなー。あ、喋れない。ジョニーは、あ、ノート、ジョイを手に入れた。この記憶、またリンクがあるな。変ね、バリアがない。悪いことじゃない。お、そのまま行けちゃったんだ。珍しい。ジョニーはさ、双子の兄弟がいたことも忘れちゃってんのか？どうなんだろう。双子かどうかはまだわかんないか。兄弟？あ、双子って言ってたっけ？なあ、この本読んだ方がいいよ。ジョイ。とにかくすごいんだよ。僕もう3回も読み返したもんね。なんて本？アニモーフー。ここで出てきたか。アニモーフ。子供が動物に変身して、マインドコールを、コントロールを仕掛けてくるナメクジとかと戦うんだ。エイリアンとか苦手だな。なんで？すごく面白いよ。学校なんか行かずに、虎に変身して悪いエイリアンをやっつけるんだ。とにかくすげえ。いや、うわーって感じ。それに敵を助けたりもする。もうなんかヒューって感じ。ヒュー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 。もう分かったよ。へっへん、アニモーフを好きだったのはさ、ジョイの方だったの？ジョニーはそんな好きそうじゃないな。見てろよジョニー、僕はいつかすごい作家になる。最高にかっこいい小説を書いて子供たちにはタダで配る。大金持ちになってお前とママに大きな家を買う。タダで本を配ってどうやってお金持ちになるの？親とか大人にはお金を払ってもらうよ。ああ、親は喜んで君に金を払うだろうね。なんだよ、まだこのお前のこと怒ってるのか？なんだよ、電車のおもちゃを先にもらっただけじゃん。お前の景品はどうしたんだ？あげちゃった。不老者に？あのさ、あの日のことじゃないんだ。ママはいつでも、ジョイの方が好きなんだ。
いや、それは違う。だって去年のクリスマスも、この前のお祭りも、この前の釣りも、この前の。わかったわかった。電車が欲しければあげるよ。本当に？ああ。っていうかさ、お前はお前でママから他のものを買ってもらってるじゃん。やばい。泣きそう。いいか、ジョニー。何を持ってるかなんて大事じゃない。どれも僕のもので、お前のものでもある。ああ、ジャイアンリル。僕らは二人で一緒に遊ぶんだから、だろ？そりゃな、双子だもんな。うん。よし。やべえ、自分のちっちゃい頃とちょっと重ねて泣きそうなんだけど、やばいわ。お前はさ、双子の弟なんだぜ。やっぱりジョイがお兄ちゃんか。僕らは二人で一つ。じゃあ近所の家にいたずらしに行こうぜ。え、雨降ってるよ。雨の中やるんだよ、行こう。いや、子供はね、雨とか関係ないもんな。ノート、アニモーフを手に入れた。やばい、泣きそう。ちょっとごめん。いやー、もう、泣かせに来てんじゃん、これ。もう話が。ちょっとやめてほしいわ、もう。アニモーフ、ジョイが好きだった本。そっか、ジョイが好きだったんだね、アニモーフね。さっさ。5個揃ったね。リンクが。やばい。そっか、なんか弟の方が気に入られちゃ、あ、弟じゃないか。ジョイの方が、お母さんに気に入られちゃって、ジョニーは言ってたな。そっか、そういうのもあって、ジョニーのことをジョイって呼んでたりするのかな。複雑だな、そう考えると。あれ？これどこに行けばいいんだ？どこにも。あれ？こっちドアあんの？あれ、いけないな。どっかにメメントあるかな。あー、電車、あ、電車か。いやー、もうさ、こんなちっちゃい時にさ、双子のお兄ちゃん、なくすとかさ、トラウマでしょ。お、お祭りがやってるのかな。ちょっと見て回ろうか。私が見てくるから、あんたはここで待ってたら？お、疑問形で会話し続けるってのはどう？おしゃべりはやめて、もう行きましょう。ああ、つまんないの。あ、今の影って、ジョイとジョニー？でもなんかポニテっぽかったかな？違うかな？お、すごい。はい、新鮮な果物だよ。リンゴにオレンジ、トマトもあるよ。トマトは果物じゃねえだろ、確かに。え、そうでしょ。そうなの。種子を内包する植物の脂肪が果物なんじゃないの。いや、でもトマトだぜ、確かに。普通に野菜ってイメージだわ。果物だなんて僕らは聞いてない。僕らって誰よ。僕はね、料理教室に通ってたんだよ。くっそ、先生を信じてたのに。そっか。でもなんだろうね、あの果物の定義ってさっきのやつで合ってるんかな、本当に。トマトは野菜ってイメージしかないんですけど。こんなのいらないよ。あ、これさっき話してた話？ジョイとジョニーの電車の話か。さっきのが最後の電車なの。じゃあテディベアと交換する？嫌だ、電車が欲しい。ジョニー、落ち着いて。ジョイはゲームに勝った。そうでしょ？でも、僕も勝った。早かっただけだよ。はいはい、大丈夫。一緒に遊ぶからさ。いいお兄ちゃんを持ってよかったわね、ジョニー。てんてんてん。さちびちゃん、お店の邪魔よ。行きましょう。あそこにも何かあるよ。僕はチビじゃない。やらせないんだね、こういうのがね、ジョニーからしたら。こりゃいいや、これからは君をチビちゃんと呼ぼう。
冗談はいいから軽くあしらわれてる。お、話せる。お、モグラ叩き？モグラ叩き？モグラ叩き？ハンマーで出てきたモグラを叩くの？動物虐待？ちょっと言えばそれはちょっと違うと思うよ。作り物だよ。見りゃわかるだろ。FPS が発明される前はみんなこいつでストレスを発散してたんだ。ああ、間違いないわ。ただ俺 SPS やるとさ、FPS やるとさ、逆にストレス溜まるっていう俺の場合はね、下手くそすぎて。大昔の話ね。ああ、そうだね。このゲーム一応近未来をモチーフにしてるっていうか、ね、近未来が設定だから、大昔になっちゃうのかね。そうだな。随分古い話だ。どこで知ったの？おじいちゃんに教わった。お、またおじいちゃんのこと言ってる。やりますか？パーフェクト目指してくださいね。やる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 。お、これ本当にできんだ。じゃあせっかくだからやっていくか。マウスしよう。キーボードゲームパッドしよう。文字がちょっと途切れちゃってるけど。マウスしようで、推奨でやっていくか。はい。マウスちょっと遅いからさ、なんだろう、パソコンのスペックが悪いんかわかんないけど。大丈夫かな？お、すごい。モグラがディグだみたいだぞ、これ。あ、一体の、取り逃した。意外と難しいな。はい、はい。あー、くそ！やばいやばいやばい。結構逃してんな。はい、はい。はい、これなんといけばいいんだろう。パーフェクト目指してって言ったからさ、パーフェクトじゃないといけないのかな。結構難しいぞ、これ。慣れてきたな、でも。はい、はい、はい、はい。顔が違うんだな、みんなね。場所によって。モグラの顔、かわいいな。さあ、結果は？モグラの数43、ヒット45、クリーンヒット40。記録 93%。 おー、すごいじゃん。なかなかいいんじゃない。新記録です。お、出てきた。新しいね、メモリーリンク。こういう形のメモリーリンクは新しすぎる。じゃあいっかな、とりあえず 100% にしたらなんかあるとかじゃなさそうだし、いっかいっか。93出たならもう上出来だよ。むむ、二人の未来が見えましたぞ。一人は弁護士に、もう一人、嘘くさーこいつ。本当に？お母さん信じちゃうだろ、これ。やめなよ。もうあなたたち、ママを驚かせないでよ。あのお題、お金払わないで、上機嫌なまま行っちゃった。お母さん。いやーでもね、期待しちゃうよね。ちっちゃい頃だとね、余計に、どんな子になるのか。でもさ、上位とかもさ、この年にしてさ、結構、しっかりしてるっていうか、夢が決まってるからね。意外と信じちゃうかもね。バーベキューやってる。いいなぁ。楽しそう。こっち行けるかな？あ、なんかやってる、こっちで。観覧車？あ、すごい。世界最初の観覧車だって。確かにちっちゃいね。なんかもう水車みたいな大きさじゃない？乗れるの？もちろん無理。動くの？もちろん無理。何のためにここに置いたんだ、それ。水車に座席をくっつけただけだな。ああ、やっぱりそうか。なんか、形も水車っぽいしね。くだらないわね。子供騙しじゃねえか。子供騙しにも程があるぞ、これは。ひどいぞ、ちょっと。それね、世界最初じゃないよ。先月4人乗りのやつに。世界最初。この、観覧車の存在意義がだんだん消えてくっていう。悲しいね。ん？あ、いけたいけた。よかった。3個あったか。おう、結構広いね。こっちでも祭りやってんだ。あ、こっちからか。これ何これ？なんかやってるよ？講義みたいな。なんだろう。あ、話せない。なんだこれ？謎の集会。なんだろうね。何について話してんだろう。トマトは果物か野菜かどちらに入るか私は説明しますみたいな。面白いことが思い浮かばなかったよ。くそ。あ、これ何？あ、ジョイか。もぐもぐ。ご飯食べてんのか。ジョイ、よくそんなに食べられるね。ちょっと酸っぱくて、ネバネバ。酸っぱくてネバネバってなんだよ。これもしやさ、
あれじゃないこれ。ピクルスのさ、瓶詰め食ってんじゃないの。普通のリブだって食べたくないのに。やっぱそうかな。じゃあジョニーの方が好きだったのこれは。ジョニーはもともとそんな好きじゃなかったんだな。もぐもぐ、もーぐ。食べた。もう遊びに行っていい？いいわよ。でもあまり遠くに行かないで。公園の中で遊ぶなよ。バッグは置いていきなさい。持ってってあげるから。ぷんぷん。やだ、景品が入ってんだもん。言うこと聞かねえな、あいつ。のとオリーブ漬けを手に入れた。ほうほう。ちょっとさ、これさ、ジョニーさ、好き嫌い違くないですか今と。ジョイの大好物でしょ？ダニモーフもさ、ジョイが好きだった本なんだよ。どうなってんだ、これ。人格が混ざってるとか、そんなオチなのか。それともさ、ジョニーとジョイが入れ替わってる説も、あるのかな。ちょっと考えたくないけど、そう思うと怖いんだよな。こっち行けんのか？こっちに行ったんかな？あれ？行けない？あ、行けた行けた。そう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 。こんなとこで、一人で何してんだい？すげえな、後ろのバックグラウンドの声がすごいリアル。ママの言いつけを守らないのか？公園の外出ちゃったのか？あ、クリックか。で、こっちか。そんな一人ですることもないだろうにね。あれ？なんかすんごい屋敷のさ、外の感じにちょっと似てたんでびっくりしました。違うだろうけど。わあ、星めっちゃ綺麗だね、ここね。すげえ、丘なんかな。わあ。なるほど。いろいろあった割には、なかなか生かした場所に落ち着いたじゃないか。で、こういうところにいると、虎の群れに食われちゃうんだよね。虎は群れで行動しないわよ。例えだよ、例え。何、この高いところから落ちちゃったりみたいな、そういうことの例えですか？僕が子供だった頃さ、毎年おじいちゃんが星を見に連れて行ってくれたんだ。またおじいちゃんの話だ。それで町の外れにちょっとした丘があって、そこに毎年同じ場所でさ、朝が来るまでずっと星を見ていた。ずっとだよ、ずっと。おじいちゃん望遠鏡まで持ってきてさ。素敵ね。でもね、母さんは僕が遅くまで起きているのが気に入らなかったみたいでね。おじいちゃんはキャンプしているだけだって言って、で、車でこっそり望遠鏡を隠していくんだ。それで毎年見に行ってた。でも帰ったら眠くたくって。でも眠たくないふりをしてなきゃいけなくってね。そっか。そういうわけで僕はカフェイン中毒になったんだよね。いい話かと思ったのに。それは君の勘違いさ。最悪。こんな素敵な記憶が失われてしまっているなんて。この出来事を他に誰も知らないのかしら。でも、この一瞬一瞬の過程が大事なんだよ。君が言ったようにね、きっと。
あら。珍しく息があったね。お、虎の群れが現れたか？おお、リバーやんけ、これ。これ。この子リバーじゃない？いや、待ってよ。僕はジョン、君は？私の場所。私の場所？あ、ごめん、ここを独り占めしようとしてたわけじゃないんだよ。ねえ、こっちへおいでよ。星を見るためにここへ？君は？わあ、これ初めて会った時なんかな、ちっちゃい頃にさ。いやー、こんな記憶なくしてんじゃねえよジョニー。いや、こんなん一生の宝じゃないの？あ、すげえ、粋な計らいしてくれるゲームだな。ねえ見て、空にはあんなにたくさん星があるって知ってた？うん。あ、そうだよね。さっき私の場所って言ったよね。お祭りの時だけね。人混みは嫌い？僕は嫌いだ。そうだ、名前聞いてなかった。言わない。言うとみんな笑うんだ。なんで？流されちゃいそうって言われる。ええ、そっか。でも、ジョンよりはきっといい名前だ。ジョンなんて世界中みんながつけられてるつまらない名前だからね。インドでも？多分。それで？え？みんながつけられているつまらない、つまらない、ごめん、噛んじゃったよ、ごめん。いいとこだったのに。つまらない名前だから、何？え？つまんないだろ？そんなの。でも、もしみんなが同じ名前だったら、どうなるのかな？別に気にしないよ。一度だけ、みんなと同じような名前になってみたい。星みたいに。ここからだと、みんな同じように見える。でも、一つ一つが素敵。うん、僕もそう思うよ。ねえ、星って何だと思う？パパはガスが燃えているんだって言ってた。それは作り話だね。どうして嘘をついたんだろう。大人だからね、話を作るのがうまい。サンタにイースターバニー、あとカンガルーも、そういうもんさ。星でイースターバニーを作ったことある？星座みたいにして？そう。うさぎはないかな。作ってみる？いいよ、最高の星座を作ってやる。どっちが早く作れるか競争だ。うわー、綺麗。じゃあ3つ数えたらスタートね。321スタート。見えた。え、どこ？空。それは分かってるよ。空のどこ？大きいウサギだよ。
とびきり大きい。わかんないな。ねえ、教えてよ。あ、見えた。何が見えたか教えて。ほら、あそこでしょ？二つの耳と頭がある。それから？ああ、やばい。ごめん、ちょっとやばい。こういうことか。それから、あれが足だ。うん、それから。あとは、月。月は、ウサギのお腹のところだ。ああ。これでさ、折り紙折ってたのか？リバーは。ああ。それで結局、星ってさ、なんだと思う？誰にも話したことないけど、私は東大の光だと思ってた。これなんだっけ、第一章かなんかのさ、あれじゃなかった？サブタイトルみたいな。数えきれないくらいの灯台、空の果てて動かない。へえ、じゃあみんな元気そうだね。キラキラしてる。でも違う。みんな他の灯台が見える。みんな誰かと話したい。でもできない。何を言ってるか聞き取れないくらい離れているから。できるのはただ光を放つだけ。だからああやって光ってる。他の灯台に向かって、私に向かって光ってるんだ。君に？だっていつかは友達になるんだから。そのバッグ、何が入ってるの？ああ、モグラ叩きの景品だよ。あれ、やった？やった。不器用だから、ダメだったけど。何をもらったの？まあ、景品だよ。なんだかよくわからないんだ。ああ！これもらってたのか。テディベアじゃなかったんだっけ？アヒルみたいな。ビーバーみたいな。見てもいい？ほんとだ。変わってる。景品欲しかったな。うわー、やべ。ジョニー？お母さんかな。まずい、ママが呼んでる。はい。いいよ、返さなくて。あげるよ。優しい。本当？僕はいつでももらえるからね。自慢じゃないけど、モグラ叩きは得意なんだ。来年もここに来る？うん、来るよ。君は？来る。同じ時間に？うん。もし、忘れたり、はぐれたりしたら？いつだって、月の上で会えるさ。ああ、やべえよ。ぽよんぽよんの、うさぎの中でさ。ジョニー！今行くよ。ああ、バックにお手玉が。いや、不器用なんだろ。あ、お手玉。お手玉もこれあれだよね。リバーが練習してたって言ってたやつかな。年老いたリバーがさ。練習しなよ。リバーはずっとこの時のこと覚えてたのか。ジョニーはこの時の記憶がないから、すれ違ってたんだね。いやー、これは、やっぱり中根に来てんな、俺。やばいぞ、これは。ああ、もう。
リバーがいいやつすぎてさ、もしはぐれたら、それってつまりさ、まさかこうなると思わなかったけどね。最終的には子供の頃の感動的な夢のある話になると思ってたのにな。妙におセンチな話になったな。先に言っとけっつの。でもようやくどうすれば彼が次に行くか分かったわね。待て待て、まさか本気でやろうとしてるわけじゃないよな。ニール、これが仕事でしょ。私たちが契約したことってこれでしょ。エヴァ、ちょっとま、いや、ちょっとさ、エヴァ違うと思うぜ、これは。いやー、これはさ、この記憶を思い出せてあげただけでも、俺すげー、十分だと思うよ。月に行くってさ、だって、つまりはあれでしょ？本当に物理的に月に行きたいってわけではなかったってことじゃん。エヴァはここに来るはずだ。高校生の時に戻ったね。のと月を手に入れた。さあ、というわけで、だいぶ長い時間になっちゃったんで、そろそろ切ろうかな。いやー、このパート、一気に来たな。解説二人が再び出会う場所の月。で、なんか、あれだね、第一章、第二章、第三章のサブタイトルとかも、全部リバーの言葉だったのかな。ちょっともうね、もう感動のあまり泣きそうになっちゃったけど。頑張って続きもやっていきましょう。というわけで、お疲れ様です。次回もよろしくお願いしますと。というわけで、失礼します。